じゃあ、けん玉占い、けん玉占い、今やって、はい。いや、待って一発で乗ったら、うん、そのトランプ、トランプで、無理だったらバイデン、バイデンみたいな次第やん。じゃあ今からあのこのけん玉に全て運命を、はい、お願いします。授けて乗ったらトランプ、乗らなかったらバイデン。あ、入ってるね。あ、コツ知ってる。コツ、膝を使う。あ、そうよろしくお願いします。予言します。これが入ったら、アメリカ大統領選、勝者はあ、トランプです。入ったらトランプ、無理だったらバイデン。おわんとくんお願いします。あー、バイデン。ドラマッチログ。ああ、イエーイ。けん玉の久々にやりました。あ、子供の頃の思い出みたいな話します。いいよ。こんなんでいいわ。え？この間喋って、あ、そこあるわ。この間ラジオで紹介した、君たちが子供であるのと同じ。あ、泣きながら悪魔君の歌を書いたい。私はこの足でチャゲアスを買いに行く。これおもろいね、このチャゲアスの。チャゲアスの思いしてくる。そうあ、チャゲアス買って大丈夫ですか。いいコンプラ、コンプラなんかあるわけやって大丈夫かなっていうのが。初めて買った CD の話、はい、あ、初めて CD を買いに行く話が、はい、で、この人はチャゲアスだったんです。 CD 屋さんに行くんだけど、今はないかもな。コンプラってことか。いや、違う、そうじゃなくて CD 屋さんに買いに行くのが。ああ、その置いてない、在庫がないとか、はい、そういうことじゃない。だってもう、今の若い子は YouTube とかそういうのじゃないんですか、音楽聴くの。いや、でも CD、案外買ってると思うんですよ。でもこの間おばちゃんさ、俺の1枚でさ、僕はあんま CD 買わないんだよ、みたいな。まあ、そうですけど、1枚も買ったことない人っていないと思うんですよ。え、初めて買ったのはモンゴル800の。あ、言ってたね。その次、あ、でもそれ言った後に思ったんですけど、あ、でもさ、もしかしたら滝つばかもしれないですね、最初。僕が愛のため君が恋のまま占って。あ、じゃあその曲じゃないです。アガダヴィーナス、アガダヴィーナス。違う。え、何よ、その2曲以外ある。いや、じゃあなんかね、あの、俺は歌舞伎しかやりたくねえ。誰それ。昔あの、マスクって映画の、うん、緑色の。あ、そうあれの主題歌。回転してグルグルなるやつ。あと、その日本版の、うん、確かにあったとか、まあ、一時期にバッと買ったり、あと、レミオロメンのアカネゾラ。あんまそこまでないんだ。粉焼きでもね。アカネゾラ。アカネゾラ、古いの。結構古いです。中学生ぐらいの時。でも今ぐらいの季節の曲じゃない。なんか、この間優先で流れてたよ。あ、知ってるの。アカネゾラ。あ、知ってます。あ、そうなんだ。いや、アカネゾラ結構有名っすよね。有名。でも、聞いてたけどな、レミオロメンとか、にわかやから。レミオロメンの由来知ってます？え、なんかさ、あ、知ってる。あの、バンド名でしょ。バンド名です。え、なんかメンバーの名前取ってんじゃんけ。じゃ、メンバー3人の好きなもの。好きなもの。一人がレミって人と付き合ってたとか、好きだった人がレミだったかなんだかで。モロ。いや、一人が路面電車が好きなんですよ。うん。で、レミとミーは。いや、オしか残んねえのじゃ。うん。オが好きなの。オが好きなの。おって何いや、俺子供の時さ、好きな食べ物、桃屋のさ、缶詰のさ、ラーメンとかに入ってくるメンマの柔らかい、柔らぎっすか。そう、はい、あれさ、めちゃくちゃ好き。うまいっすね。それ好きすぎて、ばあちゃんにめちゃくちゃ値段って、腹話術人形を買ってもらうの。はい、あの、こっちがパクパクある、はい、そいつに名前をつけようと思って、はい、柔らぎが好きだから、柔らぎって名前をつけよう。やばっだから、バンド名しよう。俺、柔らぎにするから。ああ、子供の時。まあ、でも僕、あの、ウルトラマンティガが好きだったんで、ティガですね。ティガラギ、今ティガラギ。ティガラギ今ティガラギ。ちっちゃい子の曲がないんですよ。いや、でもあれっすね、僕なんか家になんか柱があって、なんか太い太い大黒柱みたいな、うん、あって、なんかそれに登ってましたね。で、それが好きだったんですか。柱っすね。手柄木柱だって、この思考回路、僕中学同じことやっちゃいました。何、どういうこと。バンド組んだ時にバンド名決めるってなって、レミオロメン方式で今みたいな感じで決めようって言って、一人チェスが好き。あ、と、
僕がその時チェックの服着てたからチェックで、うん、ダサい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 、いやいや、まあ、でもう一人の子がアンブロのジャージ着てたんですよ、うん、アンブロの、うんうん、いいね、だからチェスチェックアブロっていう名前でやってた。チェスチェックアブロ、チェスチェックアブロ、やば、最高じゃん、うん、いやでも、でも保管いいね、ボロチェスチェックアブロ、うん、なんかちょっとアレキサンドロスとかとなんかちょっとね、あの対バンしてそうな感じありますよね。ティガラギ柱、ティガラギ柱、ティガラギ柱、ティガラギ柱ちょっと一つ抜けてないかあるよ。一つ抜けてない。小学生、中学校の時さ、大会なかった、音楽の大会とか、あ、ありましたね。慶応部じゃないか、うん、そうなんですよ、僕点数だったんで。テニス部がバンドすな。いいじゃないですか、テニスはいいですよ。テニス部からのテニスはなんで、そこでちょっと大会勝ったりして、ヤマハの人とかと知り合いになってた高校生がいたのよ、はい、でそのバンド名がすごい音楽が好きってですね、はい、楽器がすごい好き、はい、だからブレスあるバンド名、はい、ビッグスティックっていうやばっ、ギターのピックとドラムのスティックそれピックスティック、でもなんかその音楽は消耗品みたいなメッセージが込められてましたボレるし、はい、削れるし、はい、ピックスティックが勢いに乗ってたから、はい、だんだんさ、あの説得力が増してくるんですかね、はい、ピックスティック、はい、名前じゃめちゃおもろかったけど、ムキさんはその時なんてバンドでやってたんですか。あ、その時はその時セマルシカ、セマルシカ、あの木村カエラが好きやったから、はい、木村カエラの CM のバンド組む時に書いてあったからね、切迫松葉ルリーみたいな、はい、で、セマルシカ、セマルシカって言ってシカが寄ってくるみたいな CM だったね、はい、だから木村カエラの愛をバンドに転化できるかなと思って、はい、セマルシカって僕するねって言って決めちゃったでも僕は初めて買った CD、でも木村カエラのリルダリルハ、いや、でもファーストアルバムかもしれないです。神奈川の番組やってたサク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 の時のサクサクの時に木村カエラ一番可愛いですよね。もう今可愛くないみたいに、いやいや、先生ごめんなさいね、そういうのじゃない俺その時もうほんまに好き、タミオが好きだったから、はいはい、タミオの映画に出るみたいな、で、その主演が木村カエラ、で、俺舞台挨拶見てたのよ。タミオも来るし、カエラも豪華っすね。豪華。そう、当たったのよ。小さい映画館が入るとこ行って、こうハイタッチして。え？木村カエラとタミオとすか？そうそうそう。で、その時に雑誌が売ってた、あの映画が紹介する雑誌かな、はい。で、そこにあのサインがもらえるっていうのがあって、そのハガキに応募したサインがもらえますよって。で、俺応募したの。その時あの、俺絵描くやんか。はい、で、カエラの似顔絵をハガキにいっぱい描いて、で送ったらサイン色紙もらったの。それぐらいめっちゃ。もう愛やばいっすね。そうそうそう。で、バンド名も迫るし。やば。もう狂気じゃないですか。もはや。やばいよ。狂愛じゃないですか。その頃もちじさん何してたんですか。小六はあれだね。ゴルフやってた。おかしい。小5から始めて、そんなよ僕小1ぐらいからピアノ習ってたんですよ、うん、まあそんななんか上達してるんで、なんかそのピアノ先生が親の友達のなんか娘さんみたいな、でなんか生徒募集してるからみたいな教えてもらってたんですよ、うん、まあそんなやる気ない、ピアノを普段あんま触らんけどたまに触る時があって、その時はピアノってプリセットの既存曲みたいに入ってるじゃないですか、うん、それの中にトルコ行進曲とかいろいろ入って、うん、でそれを流しながら弟とぐるぐる回るっていうまあでもその時にまあもう望月タンバリンシャンシャンとしての何かが出てた、出てたのかもしれないですねデモ演奏やもんね。そうですね。ありがとう、全然僕普段そのデモ無料で僕以外のメンバーのデモ演奏に合わせてタンバリンやってるわけじゃないですよ。一応僕もバンドメンバーとして音を出してるつもりではいるんで。だって今日だってレコーディングしましたもん。そうそう、ちょうどね。あ、そうや。はい、そう。で、そう、俺今日その話しようと思ったのに、なんかあの柔らぎとか。柔らぎとか。また今度しましょう。じゃあまたね。まあでも今レコーディングが順調ってことだよね。はい、そう。じゃあその感じで。このぐらいにしておきましょう。やだねごめんなさいバイバーイ、バイバーイ。